こんにちは。どん兵衛特盛りっていうのを食べたいと思います。もう祝いちゃってますね。おお。いやードローンがねいきなり操縦不能になりかけてビビってました。ではパッケージはこんな感じ。はい、最強のどでか鬼うまいかき揚げ、いいっすね。はい、よいしょ、開けていきます。で、多分火薬、おお、結構開いちゃったな。これは後からかな。はい、作り方がどうこうなってるんだろう。はい、粉末ソースを入れ、粉末スープを入れて熱湯を入れるみたいですね。で、かき揚げは取っとくみたいです。はい。じゃあ、これをちょっと置いといて、熱いかな？熱いですね。入れます。ドワッと。ちょっとお湯足りないかな。それで、これを入れてと。では5分タイマー、5分ですね失敗した。5分タイマー、5分タイマー。なんかね、調子悪い時あるんですよね。聞き取れませんでした。5分タイマー。ああ、最初から普通にタイマーかけてよかった。はい、っていう感じで5分お待ちください。というわけで出来上がったので早速これ入れたいと思います。これで見えるかな。おお、どん兵衛のいつもながらのいい香りしますね。出汁が効いてるような。はい、これを焼き上げを取って。はい、入れますよ。はい、こんな感じ。はい、うまそうですよね。よいしょ。はい、いただきます。はい、いいですね。ちょっと混ぜ、ちゃんと混ぜてないとこのあのスープが、いやー、お腹すいたからうまいだろうな。はい、風ね、今ちょうどちょっと止んでて、いい感じです。意外とね、あったかいですね。はい。いただきます。おお。わ、これはいい感じで取れてるんじゃないかな。いただきます。マジでちょっと。うまい。まあ、いつもながらの、懐かしい味ですね。まあ、出汁が効いてて独特な味わいで、うん、うまい。サクサク、かき揚げあるとちょっと贅沢な感じになりますよね。まあ、いつもながらのうどんで、いいっすよ。ちょっと落ち着きますね。うまい。確かに特盛りっていうだけあって量多いかも。嬉しいですね。はい、
うん、うん、結構かき揚げボリュームがあって腹にたまる感じがしますね。うん、サバゲの時とかもね、屋外でやる時にこういうのがあるとかなり違いますよね。うん、まあそんなに辛くもなく安定の、うん、スープもいつもながらの出汁が効いててうまいですね。風が吹くとちょっと冷えますね。この喉に、ね、熱湯が温かいスープが入っていくのはなんか幸せを感じます。うまい。失礼。というわけで、特盛鬼かき揚げ天ぷらうどんどん兵衛大盛り麺 100g っていうのをいただきました。ご視聴ありがとうございました。